皆さんこんにちは、シラックスです。今日は僕らがね、培ってきたその十何年間体操やってね、培ってきた選手の目線をね、一緒に見ていただこうと思います。まあ、目線って言ってもやっぱりね、本当に見てる目線とはちょっとずれちゃうんで、途中でね気持ち悪くなったりするかもしれないんですけど、もうそういう人はね、もうパッとやめてもらって、でね、いけそうな人は最後まで見てみてください。まあ、最後の方にはね、トランポリンとかね、めっちゃ回転したり回ったりっていうことがあると思うので、まあ、楽しみにしててください。では吐き気に気をつけてご覧ください。どうぞ。じゃあまず普通にね、倒立とかしていこうと思います。どんな目線なのか。歩くとこんな感じかな。多分ね、携帯で見てるのと全然違うと思うんですよね。次、ハンドスプリングいきます。おもろいかな。うおー、まあ多分ここら辺は体育でね、できちゃう子、普通に体操やってなくてもできちゃう子いると思うんで、まあね、こっからちょっと難度ね上げていきたいと思います。次、バク転。次、前に1回中、前中ですね。いきます。そのまま次、宙返り。次、1回ひねり、後方の1回ひねりいきます。どうだ、カメラめっちゃ動いてたくね、今やばくない？ここからは喋る余裕がなかったので、解説付きでやっていこうと思います。よろしくお願いします。まずあん馬ですね。あん馬は結構ねシンプルで、ずっとね僕らからしても足が見えてるだけなんですけど、まあね、やってみたらおもろいんかなということでやってみました。でこれね、何してるかちょっとね、体操知ってる人だったらわかるかもしれないんですけど、当ててみてください。まあ、影とかでね少しわかるかな。ちょっとねあん馬しか見えないと思うんですけど、まあね、こんなことをやっています。まずね、またがって、で、これがね、さっきやってたことですね。神秘倒立。手の力だけで倒立に上げます。まあ、これもセア倒立っていうね、技のトレーニングみたいな感じなんですけど、まあね、目線としてはあん馬しか見えないってことで、まあ結構ね、緊張感がありますね。本当に視界がほぼ変わらないですよね。そして、旋回ですね。もう地震が起きてるかのような感じですけど、まあね、本当にこんな感じです。ずっと同じ位置が見えてる。まあ足が見えてる人は足が見えてると思います。そして、これは何をやっているでしょう。これもね、ひねりなんですね。さっきの倒立にちょっとね、似てるんですけど、追いのひねりですね。これ普通にね、ミスってますけど、これは成功したバージョンですね。そしてこれ。これはね、奇跡的に出たんですけど、まあ、E 難度ですね。折りですね。これ難しかった。ビビったんですけどね、なんとか立ちましたね。そして次ですね、釣り輪になります。釣り輪はまあプロ手つけてないんでね、めちゃめちゃ大技っていうのはないんですけど、まあ、結構ね高いので鉄棒とかとね似てて、結構高いところでの演技になるので面白いかなと思います。まあ、こうやってね輪を握るところとか意外とね見ないんじゃないかな。こういうのは面白いと思うのでね、技以外のところも見ていただけると楽しいかなと思います。そしてぶら下がります。まあ、左下のね、僕の実際のやってるところ、まあ、全くね、同じタイミングなんで、それとね、照らし合わせて見てみてください。蹴上がり。足先しか見えてないですね。そして、神秘倒立ですね。倒立になります。まあ、ちょっとね、僕は頭が入ってしまってるんで、床がね、ちょっと見える。あと、逆さに見えてますね。そして、指示して、スイングで、肩返して、僕のね、すねがめちゃめちゃ見えるというね。そして、またスイングで、宙返り。これはね、結構視界ね、ぐにゃぐにゃしてると思うんですけど、やってることはシンプルで、本当にね、肩返しとか誰でもできるようなことなので、まあね、面白いかなと思いますね。これ視界が変わっただけでこんな見え方違うんだと思いますね。そして、跳馬は準備を乗せてますね。謎に。ちょっとね、おもろいかなと思って。これが普通のね、選手の目線というか、こういう感じで、こういう雰囲気で、こういう目線で練習してるよっていうことですね。そして跳馬です。まず走って、飛び乗る。で、降りる。もうこれはねシンプルなんですけど、結構ねやってみろって言われたら怖いかもしれないですね。初めての人はこれね、いきなり飛び乗るっていうのは結構きついかもしれないですね。そして戻っていきます。そして次ですね、走っていって開脚跳びですね。足が意外と見えないんですね。ほんとずっと跳馬とマットしか見えないっていうね。みんなね、跳び箱でチャレンジしたことあると思うんですけど、まあ、こうやってね跳馬でやるとねまた変わってきますね。そしてこれは何やってるでしょう。
はい、これ結構わかりやすいかな。これ結構わかると思います。ちょっと当ててみてください。次正解が流れます。結構ねすごいね綺麗に映りましたね。そうハンドスプリングですね。まあこの後ね手ついたんですけど、そこもねちょっとびっくりさせたかもしれないです、すいません。そして次は何をやる。走って蹴る。はい、これねさっきとほぼ一緒に見えると思うんですけど、またねちょっとね違うんですね。結構ね前に回るのは綺麗に映りますね。そう手をつかないで前宙、これ回転不足だったんですけどね。そして次は助走路をねもう使い切ります。全部ですね、端から 25m から走って、めっちゃ揺れてますね。そして蹴る。はい、手つく。まあ、これはねさっきとね結構似てるというかほぼ一緒なんですけど、まあね本気度が違いますねハンドスプリングよりね汚くやってると思うんですけど、飛距離がだいぶ違います。本気で蹴って本気で手をついてる分ね思いっきり飛んでっていう感じです。そしてこれちょっとね何やってるか分かんないと思います。傘幅ですね、抱え込みですけど1回半ひねってますね。いやこれが分かった人はすごいなっていうところですね。そして蹴って、これは何だと思いますかね。まあ1回立ってるんでね変な感じすると思うんですけど、前宙ハーフですね。おもろいですね。なんかこうやって視界見るのもいいなって思いますね。次平行棒になります。まずはぶら下がってスイングですね。やっぱこういうタイミングで膝が見えてるんだなとか分かりますね。そして宙返りで着地。まあ、昨日通したせいか豆がめちゃめちゃ痛かったですね。まあ、ちなみに体操選手ね豆をね普通の一般の人に見せるとね、うわ黄色とかね分厚とか言われますね。そしてアームから倒立で、倒立の時もやっぱりねそんな視線はねぶれないんですね。そしてアームで移行で腕曲げてまた倒立。うわ手の感じすごい映ってますね。そして倒立で歩いています。そして戻ります。いやこういうのもねなかなかやっぱ見ないですよね絶対。そして抱え込む。たまに膝が当たってるんですよね、これは申し訳ないです。そしてスイングで飛んで倒立で、ここからですねバーの上立ちます。まあ、こんな景色なんですね普通に技じゃないけど、まあ、ちょっとねやってみたくてやっちゃいました。そしてここからですねもう一回スイングに戻ります。倒立、多分皆さんもねだんだん倒立とかのね視線に慣れてきてると思いますね。そしてラスト宙返りでバー見てって感じですね。でぶら下がったりしてるとこんな感じですね、影も見えつつっていうところです。そしてこれは鉄棒ね、プロテです。プロテクター、体操選手が鉄棒とかね釣り輪もそうなんですけどやるときにつけるものですね。まあ、こんな視線でつけてます。これ必要かっていう感じなんですけどね。そしてこれは準備の動画ですね。ちょっと視線に今回はねこだわりまくってみました。いや意外とこういうのもね選手が見てくれてちょっとねためになったらじゃないですけど、少しね近いところとかで発見があったらいいなと思います。そしてスイングですね、まあ、こういうのも結構ね視線が大事になってくるんですよね。見るところでだいぶ自分の感覚も変わってくるんですよね。バーを見るか床を見るか、まあ、そういうところも本当選手によってはそれのね見るところが変わっただけでミスるっていうねこともあると思うので、本当に大事ですね。これが大車輪ですね。体操的には車輪ですね。結構ね僕はバーを見てますね。で手動かして車輪やってます。ちょっとね横からの映像だと分かりにくいですけど、まあ、めっちゃねいろいろ移動してました。で頭を入れて車輪したり、やっぱり変わりますよね景色が。鉄棒が全く映んないで、今は顎返して車輪してます。で降りる。そうでぐるって回って着地しました。そしてラストトランポリンですね。皆さんお待ちかね、まずは飛んでます。結構高いっすよね。そして半分ひねる。まあ、体操選手あるあるでね、こうやって映像を撮っても自分のね視界のようにはね映らないっていうのはねよく言うんですけど、でも意外とね今回うまく撮れたなと思ってて、こういう宙返りの時ですね、このぐるって回ってパッて開くとこ、ここがねもっとねパッて見えるんですよ最後。僕らのね目からするとやっぱりそういうところがちょっと違うなっていうのはあるんですけど、ほぼ一緒な感じがしますね。上を見ないんですよねこういう時に。下見て焼き付けて着地みたいな、やっぱりそこでね自分の位置を確認しないと安全じゃないんでね。今のはハンドスプリングですね。そしてバク転、トランポリンでやるとまたねちょっと感覚が違いますよね。そして前宙、次は宙返り。宙返りはやっぱり最後ね床がずっと見えて着地なんで結構分かりやすいかなと思いますね。こうやって視界撮ってみるとね、自分でもっとあここ意識して見てやったらカメラも目線に近づくんじゃないかなみたいなのも分かってきておもろかったですね。で多分なんですけどこれ選手からしてもね、この目線だけの動画見せられるとどんな技か分かんないんですよね。こうやって右上に今何の技やってるか一緒に流れてますけど、これがないとやっぱ選手としても難しい。
え、何やってんだろうみたいな。ひねりが多くなると特に、まあ、頑張ってスローでね映像流せば3回4回ひねったっていうのは分かると思うんですけど、結構ね難しいんですよね。今のは背打ちからのハーフですね。こうやって飛んでるだけなんですけど、やっぱりちょっとね位置がね同じというか、ずっと見てる位置変わんないと思うんですよね。ジャンプでずっと映像が変わるかっていうと、ちょっと円を描くじゃないですけど、頭がね首がちょっと上がりながら飛んでる感じがあるのが分かると思います。そして今のはダブルハーフ、まあ、こういうのも体操選手はねめっちゃ気をつけてというかね、まあ、トランポリンとかで遊んでるうちに感覚をね身につけていってます。前中、まあ、ここからはトランポリンからマットに向けてねいろいろ技を仕掛けていきます。いや本当にねきつかったですね。普通に体力きつかった。こんなに飛び続けることあんまないんでね。そしてハーブ半分ひねりましたね。こっからねひねり半分ずつ増えていくんで、ちょっとね自分で左上見ながらどんぐらいな感じなんだろうっていうのをね見てほしいですね。そして次が1回ひねり、どうですかね、目線的に1回ひねりですか。これはもしね体操やってないけど、いやこれ今の1回でしょ完全にって分かる人はもう今すぐね何歳でも体操始めた方がいいですね。そして1回半、やっぱり最後パッてね床が見えると多分見てる方からしても安心感あるんじゃないかなと思いますね。動き続けて着地っていうよりは最後ねパッて青いのが映って止まるっていう方がねいいかなっていう感じですね。2回、あ最後ね分かりやすいかな、どうだろう、まあ、僕はねこれをやってたんですごい分かるんですけど、どうだろう、ちょっとねコメントください。何が分かりやすかったか、まあ、床、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒、あとねトランポリンってやったんですけど、どうかなってとこですよね。こけてます。そうです、今の2回半とか結構綺麗に取れてましたね。気持ちよかったですね。そして次頑張って3回ひねります。これシンプルに自分のね限界に近いところなんで普通に頑張ってましたね。頑張れ3 どうすかね、どう2回に見えるんですけど、僕からするとやってたのに、まあね難しいとこですね。で結構ひねりっていうのは自分でね多分見る位置とか決まってると思うんですよ。僕は蹴ってすぐ天井を見てひねってるんですけど、やっぱりそういうのはやっぱりね細かいところはさすがにね表現がないかなっていうのはありますね。そしてこの後3回宙返りのね目線も見ることができるので楽しみにしててください。このトランポリン飛んでるところとかね多分もう結構慣れてきたと思うんですよね。で今回わかんないですけどそんな酔いにくいかなっていうのは思いますね。前回乗せたんですけど結構酔うっていうコメントがあってね、それよりは酔わないんじゃないかなと思います。3回宙返りお尻ついてますけどどうですかね、回ってる感じありましたか。いやわかんないわって思うと思うんですけど、選手からしても意外とわかんないわって感じなんですよね。結構感覚でいやぐるぐるぐるオッケーみたいな感じで3回回ってますね、まあ、そんな感じということでラストです。あざしゃ、どうだったでしょうか選手の視界。6種目やって、まあ、結構ねあ意外と似てるっていうのもありました。鉄棒とか、まあん馬とかね、あと跳馬結構似てるなって思いましたね。落ち着いてる種目っていうのは意外と、うん、なんか分かりやすいかなっていう。跳馬のダッシュとかはねもうそのままなん で、あとは釣り輪の倒立とかはねまた難しいかなっていうところがあったんですけど、まあ、トランポリンねこれ見て気持ち悪くならない人はすごいっすよ。僕でも気持ち悪くなるんでまあなんでねこれからもまあ司会の動画撮るか分かんないんですけど、まあいろんなねやってほしいこととかあったらコメントください。最後まで見れた人おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。